しょうみたいになると思いますね。来た。では始めましょう。私はね、さあ今回ですね、はい、大人気サカウエさんにおいでいただきました。はい、はい、人気なんだか批判の的なんだかよくわからないですがまあ共通テストパックですね。前回は寸大の方やってもらいましたんで、はい、今度は Z 回やってもらおうと思いますので、どうですか自信のほどは。自信まああの後、だってもう漢文も始めたでしょ。そうですね、だからちょっと国語もやってもらおうと思いますんで。はい、え、進んでますか漢文。漢文は、まあ、今週で参考書が終わって、うん、おなるほどね、まあ、来週からは演習、うん、なるほど。どう、古文に比べて楽。古文に比べたらいくらかは楽です、うん、古文はやっぱり、ね、共通テストセンター試験難しいんで、うん、なのでさあやってもらいましょう。英語、リーディング、そしてリスニング、そして国語ということで、今回からいよいよ3教科というか、まあ、はい、3科目、はい、やっていただこうと思いますので、ではやってください。時間まあ結構かかるよね。だからね、80、30の80ですから、はい、だいぶかかると思いますが、やってください。はい、はい、ではやってもらったんで答え合わせします。はい、まずは英語リーディングから、ここが、はい、2 2 1 1 2、1、2、3、4、5、はい、パス。1、4、3、4、2、1、4、2、3、1、2、4、2、1、4、2、3、1、2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 、4、2、3、
いきます。間違えたところが13番と25、26、大門5の3が並べるやつね、はい、で、大門6の39、42ね、はいはいはい、じゃあリスニングいきましょう、はい、でこれでまあ番号をちゃんと言ってあれば皆さんやるときに勝負みたいになると思いますので、はい、ではいきます、リスニング、はい、333、はい、2243、めっちゃ緊張してる。いやもう寒いです。温度が震えていたので。87です。お。あ、よかった。きた。よかった。いやーよかった。今週はね、今は多分まだ動画出てないけど、今週出たら叩かれるからさ、また、はい、また叩かれるから、よかったで、一応8割5分が合格圏内だったら突破じゃん。わよかった。まあまあまあ、でもどう、本番と違くね、多分。まあ問題はちょっと違いましたね。やっぱそうだよね、前のに合わせてるよね。ちょっとね、共通テストに合わせてほしいんだよね。よし、まあぜひ、あの Z 回のやった方、ね、こうですみたいなの言ってください。ああ、間違ったのはどこ言っておきましょうね。はい、第1問4か、4、15、第3問のやつね、15と30、31、並びね、並び片っぽできてたと。そうですね。あ、なるほど。で、第6問のとこは36のとこですね。はい、比べてみてください、やった方は。Z回の、まあ、まだね、可愛いのパックも残ってますから、ね、では、国語いきたいと思いますね。国語が分かんないから、はい、1、3、3、1、2、3、5、2、1、2、5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 、1、
心配してたけど。お、顔がボトボトだな。え、これ関東じゃないよ。あ、大丈夫、どっちも間違ってます。漢文が意外出てきてる。はい、よかったです。43、はい。あー、出て。あー、はい。125点です。あー、い
や、古文が低すぎる。まず評論40でしょ、はい、で小説が36、はい、まあ、この76でもでも負け越しか、うん、で古文が1文しか合ってないし、むずかった。古文むずい、そんなすごい分かんないとは思わなかったです。めっちゃ勘違いしてる。そうですね、読み違えたって感じ。おそらくそうだと思います、うん、まあちょっと後で復習してもらって、それで分かってる。漢文が逆に1問しか間違ってないっていうね。漢文が一番いいというね43点、まだ始めたばっかりっていう漢文が最も点が取れる。まあね、一応漢文が一番簡単なんだよね、国語は今のところですけど、まあ、それが続くかどうか分かんないですけど、まあ、次のね共通テストでそうなるかは不明ですけど、国語は全然合格と言ってませんので、古文を伸ばさなきゃいけないのかな、はい、原文はどうなの。原文は今過去問どっちも解いてるんですけど、うん、すごいやっぱり波がありますね。あ、評論小説ってこと。そうです。なるほど、上がったり下がったりが結構あると。古文はやっぱむずい。古文はそうですね、難しいな。文法は終わってる。文法読解はもう終わってます。ああ、なるほどね。もうあとじゃあ過去問編集していくってことね、うん、そこで形式はどう、やりにくいなとかは。すごい思いますね。やっぱそうなの。他のとか解いたことないか、そもそも次第の古文の問題とか。そうですね、今年は一切解いてないですね。なるほどね、まあ、むずいんだよ本当に、うん、普通のマーチの古文よりもセンター共通テストの方が難しいって人いるからね。ああ、なんで皆さんぜひ行ってください。で、漢文はどうだと読めた。そうですね、読めましたね。あ、もう意味も分かった。意味も大体こんなだなっていうのも分かりました、ね、全然古文より簡単。古文より全然。あ、やっぱそうなんだね。だってもう何ヶ月経ってる古文と何週間漢文。もう古文はそれはもう9月から始めて、うん、3ヶ月やって、漢文は先週かな1週間ですよ漢文の1週間と5分の3ヶ月で漢文1週間の方が取れると、うん、そうなんだよね。だからね、そのレベルの差どうしたらいいんだろうって思う、うん、そんなこと言うのは難しくされちゃうんじゃ。もうできてますから問題。あ、そうなんですそれはそうだよ、もうできてるに決まってるよと。とっくにできてるから関係ないです、今僕らが何を発言しても、うん、はい、じゃあこれで練習できるとは思うので、はい、じゃあパック買って、あとはまあそっか、国語だったらね過去問使えるからいろいろ。あとはまあ一応実践問題集、はい、英語に関してはちょっと形式が変わっちゃってるから嫌なんですけど、まあ、それで演習していくしかないかなとは思います。はい、はい、まあこうした方がいいとかねあったらぜひコメントに書いてください。いや今回ね英語だけだったらねみんなああで終わったんだろうけど、ね、毎回何なの、必ず下があるって何なの、この上だけがないっていうね。はい、してくれてる人もいますから、はい、アンチだけではありませんので、はい、なめんなだけじゃないから、はい、はい、頑張っていってください。はい、今回坂井さんに、共通テスト、今回は Z 回のパック解いてもらいましたので、いよいよ次回は河合で最後ですからね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。